ジャクソンはアメリカ合衆国オハイオ州ジャクソン郡にあるし、ジャクソン郡の郡庁所在地である。2000年の統計によると人口は6184人である。ジャクソンは北緯39度3分3秒、整形82度38分23秒にある。アメリカ合衆国統計局の調査によると20.1平方キロメートルを占め、19.5 平方キロメートルが陸であり、0.6平方キロメートルが池や川である。3.22%を水が占めている。2000年の統計によると、6184人が住んでおり、2667の世帯、1712の家族が住んでいる。人口密度は317.9人平方キロメートルである。2905件の住居があり、 149.4件平方キロメートルである。人口の98.19%が白人0.44%がアフリカ系アメリカ人0.19%がアメリカ先住民0.26%がアジア系0.03%がハワイやグアムなどの島々からの移民0.29%がその他の民族や人種。 0.60%が2つ以上の民族や人種を親に持ち、0.86%がヒスパニック系である。2667世帯のうち、30.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、45.8%は夫婦で生活している。14.2%は未婚の女性が世帯主であり、35.8%は 結婚していない。32.4%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、14.6%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.32人であり、結婚している家庭の場合は2.91人である。人口の24.7%が18歳未満で、8.9%が18歳から24歳。 27.8%が25歳から44歳。22.2%が45歳から64歳。16.3%が65歳以上である。平均年齢は38歳である。女性100人に対し、85.1人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、80.3人が18歳以上の男性である。 一世帯の平均年収は26,728ドルであり、結婚している家庭の場合は33,456ドルである。男性の平均収入が31,131ドルであるのに対し、女性は21,612ドルである。住民一人あたりの収入は14,855ドルであり、人口の18.7%、 14.6%の家庭が貧困状態にある。18歳未満の23.6%、65歳以上の18.4%が貧困状態にある。ありがとうございます。